解消した新聞。その後1870年頃休館した。1の名をいただいて1897年に創刊された新聞。本校で衝術。ジャパンタイムズは日本の英字新聞を呼び、それを発行する新聞社。現存では日本最古の英字新聞社。称号は株式会社ジャパンタイムズ。本社は 東京都千代田区清井町3-12、清井町ビルにある。ジャパンタイムズ創刊号紙面明治30年3月22日、全6ページ。1897年に伊藤博文の支援を受け、山田清春を社長、頭本元帝を主筆に、日本人による初の英字新聞として創刊された。前身となる英国人立花ビーによるジャパンタイムズと合併。 さらに、1918年には、ジャパンメールが合併し、ジャパンタイムズメールとなる。1940年に、ジャパンアドバタイザーを吸収し、ジャパンタイムズアドバダイザー。1943年に、日本タイムズに改称1956年に、ジャパンタイムズに名称を戻し、同年から、元外務官僚の福島慎太郎が、 社長になる。1983年にニフコグループの小笠原、俊明が福島のジャパンタイムズの株式をニフコと株を交換する形でジャパンタイムズ代表取締役社長に就任した。1985年からジャパンタイムズ代表取締役会長職に就任する。販売網は朝日新聞社系列である。 2013年3月25日、株式会社ジャパンタイムズは、ニューヨークタイムズカンパニーと業務提携することに合意したことを発表し、同年10月16日から、ザ・ジャパンタイムズ、インターナショナルニューヨークタイムズの第5で、2部構成でのセット販売を始めた。一部目は、ジャパンタイムズの東京本社及び、大阪支社で編集されるザ・ジャパンタイムズ、二部目は、 香港、ニューヨークパリおよびロンドンで編集されるインターナショナル、ニューヨークタイムズである。本市の発行は、月曜日から土曜日までとなり、日曜日にはタブロイド版の、ザ・ジャパン・タイムズ・オン・サンデーが発行された。その後、インターナショナル・ニューヨーク・タイムズが、ザ・ニューヨーク・タイムズ・インターナショナル・エディションに改称されたため、2016年10月12日より、ザ・ジャパン・タイムズ、 ザ・ニューヨーク・タイムズに代号が変更された。2016年から小笠原敏明、代表取締役会長は、同社名誉会長職になったが、同年11月30日に死去。2017年6月20日、ニューズユ U ーホールディングスが、全株取得。同日の開催の臨時株主総会及び、取締役会で、 小笠原由紀子の退任が決定して、末将が代表取締役会長に就任した。取締役編集主管に水野博士隊が新たに就任した。2021年3月、日曜版を廃止すると発表し、同年4月から土曜日の紙面を週末版とし、旧日曜版の主なコンテンツのほかザ、 ニューヨークタイムズインターナショナルエディションの週末版も、加えて、ザ・ジャパン・タイムズ、ザ・ニューヨークタイムズ・ウィークエンドエディションとして発行する。2018年11月30日の朝鮮人、朝陽工問題に関する本誌記事の編集中期にて、フォーストレイバーの文言を使うことは、誤解を招く、可能性があるとして、今後は、ウォータイム・レイバールとし、慰安婦問題でも、 強制的に働かされたとしてきた説明を、意思に反して働いていた者も,も含まれるなどと、強制性を抑える表現に変更するとした。これに対して、国内やガーディアン、NPR、ドイチェベレ、サウスチャイナモーニングポストなどの海外メディアから、歴史修正主義的である、また保守的な安倍晋三の政権主張に合わせた、ものだとの批判が出た。これらの批判に対して、 ジャパンタイムズは12月7日の記事上で、私たちは、あの編集中期が、読者や記者、スタッフたちと作り上げてきた、信頼関係を傷つけた事実を認めなければならない。これについて、謹んで謝罪したいと謝罪し、政権の意向に合わせたとの批判については否定した。マーク・シュライバーによる、タブロイド翻訳コーナー、東京コンフィデンシャルを連載していたが、いわゆる、 毎日デイリーニュースワイワイ問題が表面化。毎日デイリーニュースのライアン・コネルと共に、日本人女性が異常な性癖を持っているとの、ステレオタイプを広める記事を多数配信し続け、批判を受けた。この過程で記事のほとんどが無断で翻訳、掲載していたことが判明している。英字新聞世界大百科事典、第二版、復刻版、ジャパンウィークリーメール解説文エディションシナプス A。 日本タイムズ、小野寺優、二福コ社長、自動車用にとどまらず、工業用ファスナーを軸として切り口増やしたい東洋、経済、2010年4月26日、大前健一、小笠原俊明対談株式会社ビジネス、ブレイクスルー。不法、弊社創業者特別顧問、小笠原俊明正居の、お知らせ、株式会社二福2016年12月5日、 不法、弊社創業者特別顧問、小笠原敏明清居のお知らせ、株式会社ニフコ2016年12月5日、トンプソン。マーク、JT、ニートと今週業務提携。ザ・ジャパンタイムズ、2021年9月24日、閲覧。トンプソン、マーク、新紙面、ザ・ジャパンタイムズ、インターナショナルニューヨークタイムズの価格設定とその他。 商品ラインアップについてのお知らせ。ザ・ジャパン・タイムズ、2021年9月24日、閲覧。チフリ、ヒロミツ、ザ・ジャパン・タイムズ、ザ・ニューヨーク・タイムズへ、代号変更のお知らせ。ザ・ジャパン・タイムズ、2021年9月24日、閲覧。ジャパン・タイムズ誌、メロードット・ヌドット・ COOCAN.JP、伊藤サム。 2021年9月24日閲覧。不法、弊社創業者特別顧問、小笠原敏明正居のお知らせ、株式会社に不幸2016年12月5日、商店、慰安婦など、表記変更ジャパンタイムズで何が起きたか、ロイター、2019年1月25日株主、及び役員変更に関する、 お知らせザ・ジャパン・タイムズ・プレスリリース2017年6月20日、チフリ。ヒロミツ・ザ・ジャパン・タイムズ・ザ・ニューヨーク・タイムズ・ウィーク・エンド・エディション総刊のお知らせ。ザ・ジャパン・タイムズ・2021年9月24日、閲覧。ジャパン・タイムズ・少子、1941年。近代デジタル・ライブラリー。ABC ・イアンフ・朝陽光の 強制表現めぐり炎上ジャパンタイムズが叩かれたわけ。イティメディア2018年12月13日、2019年1月16日、閲覧。魚拓朝日 .com ジャパンタイムズ、読売ィイクリーから、無断翻訳、掲載社会。ウェブ魚拓2020年9月30日閲覧。ありがとうございます。